どうも皆さんこんばんは、りゅうちゃんです。ですね、今回の動画はですね、レディオバルっていう名前でやる、まあ、一応最後の動画になります。ね、じゃあこの昨日、まあ初めに的に言うと今日、昨日あのホッケーを釣りにリベンジに行きまして、まあ、釣れたは釣れたんですけどとですね、そう釣れ始めたぐらいで今撮ってるアクションカムのバッテリーが切れてしまい、で予備のバッテリーを車に取りに行こうにも距離もあるし、取りに行ったらポイント取られちゃうので、まあ、泣く泣くほぼ動画はもうしょっぱい動画しかないので今、まあ、俺も一応編集したものを作りながら流しますので、で釣ってからちょっとその、まあ、その釣ってきたホッケさんをよあの、まあ、焼いているので、VTR が終わったら、じゃあその食べる動画をやりたいと思いますので、とりあえず皆さん、まあ、のグダグダなんですけど、取れたくがほぼないんですけど、もうゆうちゃんが冬の日本海に慶応するリベンジに行ったっていう動画を皆さんちょっと見てもらいましょう。どうぞ。餌もなくなったので帰りたいと思います。一応釣れたんですけど、釣れ始めた時にはあのカメラのアクションカムのバッテリーが切れてしまい、三脚なくてハンディも出せないので、周りに釣り人もたくさんいたのでちょっと撮れませんでした。5匹か5、6匹は釣れたのでいいんじゃないかと。あとはまあどれだけあの回しっぱなしだったんで、どれか映ってるかが分かんないんですけど、まず車に戻ったらちょっと釣果を報告したいと思います。はい、車のところに戻ってきました。ちょっとね、釣果を報告を。はい、こんな感じですね。5匹かな、うん、5匹。まあ、結構いいサイズのも混じってるんで、まあとりあえずはリベンジを果たせたかなと思います、うん、まあ僕はねまだまだ釣れるので
頑張って、ね、行ける時には行って釣りたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ゆうちゃんでした。バイバイ。はい、どうでしたかねえ、本当にいい時で切れたんです。あの充電がまだいける、まだいけると思ったら、ね、ま、カメラだからさ、あの やばくなってきたから止めたりね、つけたりクリアしてた。なぜか録画してない時に釣れるの、ホッケさんが。あ、すいません、もう飲んでしまいました。あ、皆さん乾杯。そうで、しかもね、ゆうちゃんね、本当に結構ね、ホッケ釣り舐めてたわ。もうなんかね、アジとかさ、ああいうのを釣るときみたいな感じで、もうサメにこう、って釣れると思ったら、全然釣れないの。で、もうね、悲壮感なんかしか漂ってないの、自分の中は。もう周りはさ、ポカサポカサ釣ってるの。で、こう、どうしようと思ったらね、こう、親切な、こう、釣り、周りの隣の人がね、お兄さんでこれつければいいよって、皆さんつけてやってないのって言われて、で、こう、つけ竿をロキアにもらい、それでなんとか釣れた。で、4本釣ってるシーンは、まあ、一切取れてます。いや、楽しいよね。まあ、要はあれですね、釣れ、まあ、なんだろう、試合に勝って勝負でなくてみたいな。釣れたは釣れたんだけど、取れたかゼロっていう、取れてないっていう。まあ、そんなことはいいんだ。釣れればいいんだ。釣れたからいいんだ。ではですね、ご紹介しましょう。はい、釣れたホッケさんです。はい、わかりますね。これはね、あの、ちょっと、風が全然、ほら、なんかちょっと、腰が足りなそうだったから、とりあえず、まあ、ちっちゃいやつから、様子を見ようってことで、こうちっちゃいのが、ほんともう、大きいのも釣ったんですからね。ほんとに。まあ、まあ、とりあえず、そんなことはいいから、今年の初物をいただこうかな。じゃあ、ごしいただきまーす。よし、おいしい、すごい美味しい、やっぱりね。まあ、自分で釣ったっていうのもあってさ、もうプラスアルファで美味しいよね。お卵のひっついてたよ。ね、トータルで釣れたのはね、確かさ、6匹。いやー、しょうがないだろ。いろいろ根本的にダメだったんだが、間違ってた仕掛けから何から攻め方も、まあ、棚が取れなかったから、棚が取るまでにかなり時間を要し、いいんですよ、次の休みもだ釣りに行くから。いや毎年で、ね、結構ホッケ釣ってきてと言われるんだけど、なんか去年からね、ホッケを釣りに行き始めたんですよ。なので今日、今回釣ってきた分は、これはね、あの家族だったから、ね、ゆうちゃんと、まあ、母親とお父さんのにで食べる分です。次は、行くのは、もう、まあ、その友達に、こう、何人かこう予約が入っているので、欲しいって言ってる人がいる。それは今回、次は、
構もう今回のようなヘマはしません。ちゃんと、ちゃんとこう、バシッとこう、ね、釣れるシーンを撮ろうと思います。で、そしたらね、次の釣りの動画が、その、今回の動画がレディオバルっていう名前では最後なので、次の動画からはその津軽版&コーという名前でやっていきます。次何の動画で、ちょうど次で何夜4時にやることあるから、だね、次の動画が届いてるのは3月に入ってからなので、そうなります。じゃあね、このホッケーさんが美味しそうだなと思った方はグッドボタン。そしてさらにはね、あんまりないかもしれないけど、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、それでは皆様、ここまでのお相手は、レディオバルのリュウちゃんでした。次回からは津軽1&4のリュウちゃんです。では、ご視聴ありがとうございました。リュウちゃんでした。バイバイ。